憲法の前文の歌を歌います。私は海の端高等学校で37年間数学と吹奏楽を担当しておりました角田のつんちゃんと申します。海の端高校の吹奏楽部は当時はつんちゃんバンドと呼ばれておりました。当時といないもから25年前、私が60歳の定年で退職した頃、現在は86歳になっております。日本国憲法の9条を唱えます。日本国憲法の9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、現行の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないね。これが憲法9条です。もう一度やります、日本国憲法の9条はね、戦争放棄を歌っておりますからね、これは大若い人の時にね、あの将来日本がまた戦争に、戦争にやられなきゃならんかもしれんので、若い人は日本国憲法をよく覚えておいてください。日本国憲法の9条ね、日本国憲法の9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、全校の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないね。この前のあの安倍総理大臣ですね、去年おととしですか、安倍さんが出て、それから安倍さんが引っ込んで志賀さんが出て、志賀さんが引っ込んで今度は誰だっけ、まあ悪いやつらばっかりね、日本を戦争に導くそういう人が総理大臣になってるんでね、私はそんなことは間違いだと思っておりますね。日本国憲法の9条はどうしても守らなきゃならない。安倍さんはですね、安倍さんは去年おととしですね、あの憲法の9条に自衛隊の名前を書いて自衛隊さんには血を流してもらいたいとはっきり言っております。自衛隊さんも血を流すつもりでいるかもしれないけど、血を流すのは日本国民全体です、ね、血を流したらってね、今から生まれてくる子どもたちがね、今から成人して社会人になっていく人たち、若い人たちが不幸の生活をしなければならない、私はそれが我慢できません。今日私はね、まあ、86歳になりまして、日本国憲法の全文と9条を覚えておりますので、また日本国憲法の9条をもう一度やります。日本国憲法の9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、全校の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、ね。私は海の端高校でね、数学と吹奏楽をやっておりましたからね、海の端高校は現在ありませんで、清々高校になりましてね、
清中高校の吹奏楽部も頑張っておりますね。それでもって日本国憲法の全文の歌を歌います。日本国憲法の全文というのは第一条の前の文ですね。日本国憲法は第一条から始まってるんだけどでなくて全文から始まってます。日本国憲法の全文の歌。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を愛し、先生と累住圧迫と勉強を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が親しく恐怖と絶望から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権は維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国憲法の全文の歌を歌っております。日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げて、その崇高な理想と目的を達成することを誓う。日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げて、この崇高な理想と目的を達成することを日本国憲法の全文の歌を歌いました。日本国憲法の全文はね、世界の平和のために日本国民が何をしなければならないかということがちゃんと書いてあります。これは世界の平和のために大事なことですね。日本だけの問題ではない。戦争はね、世界中からなくさなきゃならん。その、元になっているのがこの日本国憲法の全文の歌です、ね、
また全般ではなくて九条は唱えます。日本国憲法の九条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、全国の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない